待っていたよ。君たちは特務局ネオロンの隊員として選ばれた。刑事局からの移動手続きは済んでいる。これはユニオンの命令だ。君たちに拒否権はない。久しぶりだな。マックス隊長から警察官になったとは聞いていたが、まさかお前たちが選ばれるとは。さすがは隊長に育てられただけはあるということか。まずは改めて入隊を歓迎する。ジンさん、久しぶりに会ったけど全然変わってなかったな。最後に会ったのは確か2年くらい前だっけ。親父が任務で大怪我して入院した時、世話してくれた上に俺たちにご飯まで作ってくれて。って思い起こせば、なんかあるたびにずっとジンさんが面倒見てくれていた気がするな。今度改めて何かお礼しとくべきだな。二人してどうしたの？先ほどジン先輩に、お二人をトレーニングルームに連れてくるように言われました。ああ、さっきから無視し続けてる通信はそれか。で？アリシアさん、いい人そうだったな。なんだか親父
隊長とも仲良さそうだったし。しかしジンさんといい、アリシアさんといい、隊長ってガサツで頼りなさそうに見えて、案外人望あるよな。不思議だ。来たか。あれ、え、わかった。まずはネウロン隊。よし、問題なさそうだな。背中の装備は現場以外の場所で、コンタクトタイプのトレーニングは専用の端末で。トレーニングは専用の端末で行う。アイリスで端末の位置を確認してみろ。確認できたようだな。じゃあ不要だと思う。受けてみたいプログラム。よし、ここでは好きな相手と。やめ。
トレーニングをやめるの。お疲れさん。ネウロン単位につく所轄修理応援要請や指令室。繰り返す、所轄修理応援。早速出番のようだな。先に行く。お前たちもすぐ。部署が変わってもまたあんたと一緒か。兄弟だし毎日嫌でも顔は合わせてるけど、まあ改めてよろしく。突然のことで驚いたけど、これは親父に認めてもらうチャンスでもある。俺たちが頑張ってそろそろ楽させてやらないとな。